トラビス・パストラーナトラビス・アラン・パストラーナは、アメリカ合衆国のモータースポーツ選手。メリーランド州アナポリス出身。スーパークロス、モトクロス、フリースタイルモトクロス、ラリーの初競技において、選手権での優勝や、X ゲームズでの金メダル獲得の経験がある。フリースタイルモトクロスでの活躍が最も有名で、14歳でチャンピオンとなった後、 誕生間もないこの競技において、新技を次々と編み出し、現在も常にフリースタイルモトクロスの第一線にいる。2006年8月4日に、ロサンゼルスで開催された XGames12 では、世界で初めて公式競技の場で、ダブルバックフリップを成功させ、元 X ベストトリック部門の金メダルを獲得した。このジャンプには審判員のうち一人を除いて、 全員が100点満点中の100点をつけ、最終スコアは98.60点であった。その後パストラーナはダブルバックフリップに再び挑むつもりはないことを明らかにした。この大会の終わりに膝を負傷したため、彼は元 X フリースタイル優勝のウィニングランをすることができなかった。元クロスでは勝敗企業クラスにおいて強みを発揮し、 2000年のアマモトクロス 125cc クラスと2001年のアマスーパークロス東地区 125cc クラスでチャンピオンになった。彼の危険を顧みないレーシングスタイルはどのレースでも参加者たちにとって脅威となっている。パストラーナの立ち乗りスタイル、ジャンプの組み合わせを見つける力、そして何よりスピードによって彼はトラックで非常に目立つ存在である。 ただ、近年は怪我もあってか FMX に注力しており、モトクロスのレイエースにはあまり出場していない。競技では常にスズキのバイクを使用している。モトクロスでは、デビュー当初からアメリカンスズキのワークスライダーであり、それとは別にスズキの熱烈なファンとしても知られている。ゼッケンはバイクでもラリーでも一貫して199番をつけている。また、 自身がスポンサーを務めるモンスタージャム参加チーム名もパストラーナ199である。2003年にはレースオブチャンピオンズでラリーに挑戦。2004年にはスバルのベルモントスパーカーラリーチームでドライバーを務めた。2006年パストラーナはラリーアメリカ国内選手権のドライバースタンディングで総合優勝を史上最年少で獲得。その後、2007 2008シーズンとラリーアメリカを3連覇している。2006年8月5日、X ゲームズで初開催となったラリーカー競技で金メダルを獲得した。このレースにはラリーの伝説的ドライバーであるコリン・マクレーが参加しており、マクレーが最後のジャンプで車を横転させるクラッシュに見舞われた後のわずか0.53秒という僅差での勝利だった。 2007年から世界ラリー選手権のプロダクションカークラスに参戦。デビュー戦の第4戦コロナラリーメキシコで総合15位クラス5位で完走した。2008年も参戦した。また2008年にスコットランドラリー選手権最終戦コリン・マクレーフォレスト・ステージズラリーのヒストリカルクラスに参戦。フォードエスコートマーク1を仮36位で完走した。 ちなみに、現在のトラビスの小ドライバーは、コリン・マクレイとコンビを組んだ、経験のある、デレック・リンガー。パストラーナは、負傷が多く、今までにしばしば、数週間もしくは数ヶ月戦列を離れることとなる、怪我をしている。数度かにわたる浸透や背骨の骨折を経験し、また、軟骨の変性による、膝の深刻な問題を抱えている。 モトクロスのスタントビデオへの出演も多く、中でも2009年から MTV で放映されているナイトロサーカスでは主要メンバーとして人気を博している。ありがとうございます。